お世話になります、ひとりでございます。8月1日の9時から期間限定レイドがまた始まりましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンはカバルドン、ヌオウ、トリトドン、ミロカロスと、巨大マックス系は巨大カジリガメと巨大サダイジャとなっとるようでございます。はっきり言ってしまうと欲しくはないです。ただ21ちゃん何か起こるかもしれませんので、一応皆さんのためにどんな状況になっているかお見せしていきたいと思います。それでは例に漏れず、今回もまずは不思議な贈り物からですね、必ずワイルドエリアニュースを受け取るをまずやりましょう。はい、これで受け取りましたら OK ですね。はい、じゃあそれじゃあ早速ねやっていきたいと思います。出現場所はねいつも通りどこでも出るんじゃないかなと思います。とりあえず入れていきましょう。1個目来てくれ。違うかな、これは。2個目探していきます。入れていきましょう。はい、 OK。 お、早速来たんじゃないですか。ただちょっと星さんはちょっとあまりにも何のメリットもないので、みんなで挑戦でやってね、それでホームボタンを押して、それで設定から1日進めるやつでね、時渡りをしてやっていきたいと思います。これはね、多分みんなさんご存知だと思いますけど、イベントレイドが出るとこでやんないとイベントレイドのポケモンが出てこないので、そこだけはご注意くださいませ。これでなんか5つ星のなんかやつが出たらね、やっていきたいと思います。よし、トリトドンの5つ星出てきたんだけど、これやってみましょうか。この1個前にカバルドンとかも出てきたんで、まあそいつらもね確認できましたね。とりあえずこいつ行きましょう。ロトムでいっか、もうこいつしかいねえや。行こう。よし、普通にリーフストームでいいでしょう。オッケーオッケーオッケー。やべ、リーフストームやりすぎてもうマックス下がっちゃったよ。オッケー、なんとか倒しましたね。味方が倒してくれました。結構固めなんでそこは注意が必要かもしれないですね。リピポで行きましょう。あー、よかった。これでもし捕まんなかったからマジブチ切れたと思う。あ、相手鎧鉱石ちゃんと来てますね。鎧鉱石2個、ダイマックスアメ2個、経験アメ XL1 個、ちょっと3個とかにしよう。せめてもうちょっとさ、プラスアルファみたいな欲しいなって思うんすけどね。せめて鎧鉱石 4,5 個ね、普通のポケモンで手に入ったらいいんですけどね。まあまあそれは求めすぎでしょう。まあだから普通にトリトドンをゲットするっていう感じですよね。あ、つうかトリトドン捕まえてなかったし、リップボでよく捕まったな、なのにすげえなこれ。はい、じゃあトリトドン見ていきましょう。こいつは普通に 5V ですね。 5V は固定だと思いますから別に珍しくはないというね、普通な感じですね。はい、でレベル60のトリトドンオスでございまして、特性は粘着でございます。粘着質の体に道具がくっついてるため相手に道具を奪われないという特性でございます。まあこれはね夢特性でも長いので、まあ夢の癖は出ると思いますけどね、多分。で、技、大地の力、熱湯、ウェザーボールと、水の波動でございます。これも特に言うことはない。で、臆病な性格。本当に何の言うこともないトリトドンでございました。じゃあまた行きましょうか。ミノカラスあたりが欲しいですね。あー、無理か、さすがに。ダメか、これ。来ないね。マジか。来ないね。お、来たんじゃないか、これ。ヌオウですね。これやっていきましょうか。これは一応5つ星ですから、まあいいんじゃないでしょうか。またロトムでいっか。行きましょう。さっきリーフストームでマックスまで下げちゃいましたから、特攻。ちょっと手間はかかりますけど、大草原で、全然入んないですけどね。ヌオウもバリア5つなんで普通に倒せますね、きっと。オッケー、マラカッチがソーラービームしてくれた。全然食らってないけど、まあいいよ。マラカッチの貯水、ナイスナイスナイス。濁流に対して結構活躍してんな、マラカッチ。めったに活躍することないのに。はい、また味方が倒してくれましたね。全然普通に余裕で倒せましたね。はい、よかった。今回はいいっすね、調子が。なかなかこれでちゃんとゲットできるのは普通に嬉しいですよ。アイテムはやはり一緒か。別に何にも変わりないっすね。せめて経験飴 XL とか3個にしてほしいですね。鎧鉱石2個。まあ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 いいでしょう。そこは期待しない方がいいですね。はい、じゃあヌを見ていきましょう。こいつは 5V でございまして、まあそこはしょうがないでしょうって感じですが、まあいいですよね。はい、でレベル60のメスでございまして、特性は貯水でございまして、水タイプの技を受けるとダメージを受けずに回復するというものでございまして、これは夢特性じゃないですね、また。まあこいつ夢特性が欲しいですからね。まあまあまあ、でもそんな欲しくはないけど、まあ別に、うんって感じです。で、地震瓦割り、アクアテール、メガトンパンチでございます。メガトンパンチとかちょっと珍しいかな。まあ珍しいと言っても多分対戦の方で使わない感じだから、うんって感じですけど、まあまあいいんじゃないでしょうか。能天気な性格でございます。まあ特に本当にこいつも言及することないですね。次こそミロカラス行きましょう。こいつが唯一珍しいポケモンですからね。あ、また来たんじゃないですか、これ。これでじゃあミロカラス出していきましょうか。それで最後にしましょう。もう他に別に欲しいポケモンいないんでね。あ、ミロカラス星3来ましたね。でもどうせなら5つ星と戦いたいんで、5つ星出るまで一応やりましょうか。
OK、 ミロカラスの星5来ましたね。冒頭で多分あんまりこのレイドについて良くないとは言いましたけど、この星5ミロカラスについては結構多分レイドで出すとなると結構大変だと思いますので、特に夢特性はそうだと思いますので、まあそれはね、まあまあまあいいんじゃないでしょうかね、地味に本当は。まあとりあえずやっていきましょう。はい、これでロトムでいきましょう。またよし行くぞ。 OK、 いいね。こいつはまあ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 、まあ、っていう感じでいいですね。と言ってもまあ持ってはいるでしょうけどね。みんな放電でもやっときましょうか。やべ、放電ミスった、バカした。やべ、放電で味方に攻撃しちゃった、バカした、やっちゃった。うわ、しかもほとんど殺しちゃったバカしたわ。しかもまひったし味方、バカしたな本当に。一番もうどの NPC よりバカなことしたわあ、ミロカロスの性格勝ち気でしたね。うわー、これ夢特性でもなかったから、まあそんなに、まあ別に夢特性持ってるんだけどね。やべやべ、味方はやられまくってる。うわ、バカしたバカした。うわ、やっちまった、バカしたバカした。うわ、最悪、負けたわ。普通に調子乗ってたら負けた、バカしたな。最初放電やっちゃったから私がもう完全なる戦犯だわ。おっしゃ、行くか、行きましょう。うわ、クララ来てるし、ラッキーじゃん。ちゃんとクララに放電しないように気をつけよう。というかはっきり言ってイベントレイドよりクララが出ることの方がイベントレイドっぽいしうわ、ヤドランのクイックドロー発動してやがるし何をやっとんねん。うわ、ヤドラン倒されてやんの、お前一番強いですのに。うわ、サンダスもやられていく。いやー、勝ち気で特攻もう上がらないような状態になってしまった。なかなか普通に強えわ、手強いわ。なんでこんなあんま欲しくないのに手強いのやめてくれそれは。リーフストームでとどめだ、いけ。オッケー、一気に削った、よかった倒せた。まだここからゲットするっていう作業もあんだよ、これ大変なんだよな。まあ一応リピボーでいこうか。オッケー、今回はいいね、全部ちゃんとゲットしましたね。オッケーオッケー、いいでしょう。アイテムは相変わらず一緒ですね、つかなんか減ってるし全然なんか途中のやつがなくなってる。鎧鉱石とこの技レコードの間のやつがなくなっちゃってる。まあしょうがねえわそれは。はい、じゃあミロカラス見ていきましょう。こいつ 5V ですね。まあそれはしょうがない、だってそんなこと言ったってしょうがないじゃないか。まあそんな感じで、強さを見ていきましょう。ミロカラス、あ、こいつメスですね。メスという点ではこいつは素晴らしいわ。だからちゃんとオスメス集めてるような人にとっては、今回のレイドなかなかいいかもしんないですよね、もしかしたら。まあミロカラスだけですけどね。で、特性勝ち気でございまして、能力を下げられると特攻がぐーんと上がるという感じでございまして、まあ夢特性ではないですね。まあ多分夢特性も出るんでしょうけどね。で、技はネットアイアンテールのしかかりチャームボイスという感じで、まあなかなかいい技なんじゃないでしょうか。特に技について言うことはあんまないからっていう真面目な性格で残念な性格ですねそれは。はい、ということでね、今回は新しいイベントレイドについてご紹介させていただきましたけど、ゲットしたのはトリトドン、ヌオー、あとミロカロス、メスでございまして、まあ一応他にもね、カバルドンとか巨大マックスカジリガメ、巨大マックスサダイジャが出るということで、ぜひ皆さんも捕まえてみてください。まあ結構ね価値ないとか言いましたけど、ミロカラスはね結構ねレイドで手に入れるとなるとなかなかね面倒だったので、私がやった時はね夢特性手に入れるのに8時間ぐらいかかった、動画がございますので、まあその点はいいんじゃないかなと思います。ただ他にアイテムとかもなくて、ミロカラスとかも特に欲しくない方は巨大マックスではなくて虚無マックスなレイドだったのではないでしょうか。テロリストじゃない。